プラネットマスはユーザーが協力して作成するフリーの数学辞典ウェブサイト。人気の数学辞典サイトマスワールドが訴訟によって差し止められたことをきっかけに2000年の秋から開設された。プラネットマスではピアレビューと厳密性に重点を置き、教育に利用できるようなコンテンツを目指している。各項目の分類は米国数学会の発行する。 数学科目分類に準拠している。ライセンスにはクリエイティブコモンズライセンスを使用している。Wikipedia などとは異なり、各記事に責任者が存在し、それ以外のユーザーが勝手にページを書き換えることはできない。ただし、サイト利用者はコメント機能を通して記事の責任者に意見を伝えることができるようになっている。なお、各ページは数学記号の使用を考慮して、 レイテックスで記述されており、コンテンツ管理には、ヌースフィアという独自に開発されたソフトウェアを使用している。英語版ウィキペディアでは、プラネットマスの内容をウィキペディアに活用するプロジェクトがある。ありがとうございます。